皆様こんにちはプルースですコロナウイルスによる猛威が全世界に影響を及ぼしていますそんな中西アジア中東に位置するレバノン共和国においてもコロナによる影響が多大に起きていますレバノンは都市の封鎖が行われていましたが先日封鎖が緩和される方針になりましたそれに伴い経済活動が一部再開される見込みとなっていますがそれと同時に レバノンにおいて昨年から続いていた政府に対する抗議デモが再び起こり出しています。今、レバノンで何が起きているのでしょうかこちら参照は Foreign Policy の Why Lebanon's protesters are back? です。詳細についてお伝えします。Foreign Policy によると As Lebanon begins to ease its coronavirus lockdown, the country's anti-government protesters are returning to the street というふうに書いています。 レバノンではコロナウイルスの都市の封鎖を緩和し始める方針に切り替えたと同時に、反政府抗議者が道に出てデモを再開してきていますと。昨年の秋のデモもあったんですが、こちらは音楽とダンスによる訴えが特徴でしたが、今年以降、2020年入ってからはコロナウイルスによる経済的大災害に見舞われ、抗議活動はより暴力的になったと伝えています。レバノンのコロナウイルスによる感染状況について、2020年の2月21日に初のコロナ感染者が判明しまして、 それ以来、4月28日時点での感染者は累計717人になっています。そのうち死者は24人。比較的感染拡大は落ち着いた動きを見せているそうです。レバノン政府は経済活動再開を想定し、先月の4月27日から6月8日にかけて段階的に企業などの活動を再開する方針を決定しています。まあ、コロナウイルスの大災害もある中で、 もともと2019年、またそれ以前から政府に対する抗議デモが頻繁に起こっていましたが、今レバノンで何が起きているのかと申しますと、2020年4月28日にレバノン各地でレバノンポンドの対アメリカドル相場が急落しておりまして、こちら消費者物価は昨年10月以降50%も上昇しています。今かなりインフレーションが発生しているという状況ですね。 国民の生活においてもかなり大きな影響を及ぼしているとされていますが、こちらのインフレによって生活不安に陥った住民らの抗議活動が発生しています。一部が金融機関の襲撃、治安部隊との衝突に発展しており、国中の抗議者たちは町の銀行に発砲し、高速道路を封鎖し、 兵士と衝突しているようです。軍がデモの群衆を分散させるために、実弾、ゴム弾、催眠ガスなどを使用し、数十人が負傷、少なくとも一人が死亡したと報告されており、54人の兵士も負傷している模様です。レバノンでは2019年10月に増税措置も取られておりまして、今のコロナウイルスと合わさって大規模なデモへと発展しています。 こちらのデモがベイルート、レバノの首都なんですが、ベイルートなどの各地で発生、抗議内容は次第に増税反対から現在の政治体制の抗議と、お職人の根絶等の要求する内容に変化しています。デモ参加者たちはテクノクラート内閣の樹立を要求しています。テクノクラート内閣、およびテクノクラートというのは技術官僚のことでして、科学技術や経済運営、社会政策などの高度な政策立案に参画し、その実施に関与する官僚、管理者のことです。まあ極端な話で言えば、 今の東京の副知事にあたるヤフーの元 CEO 宮坂さんのような方ですね。IT の知識を持った人たちが政府の中枢に入って政治を動かしていく。台湾でも確かその技術官僚に近い方が今参画されていると思いますが、日本でも早くその現象が起きてほしいななんていうふうに個人的には思っているところです。こうしたテクノクラト内閣の樹立の要求を受け、同年10月29日、ハリーリ元首相が辞任を表明。その後、アウン大統領によって組閣が支持され、2020年1月22日に 新しい内閣、ディアブ内閣が成立しています。しかし、オブザーバーの意見では、長年にわたる経済の不始末を監督した官僚、エリートとの関係が今も続いていると。そして今回のコロナウイルスでさらに状況は悪化していると指摘。レバノンでは1990年の内戦終結以来、最大の経済危機に直面しているというふうに分析しています。ヨーロッパの SBS ニュースによると、抗議者が通りに戻って、 抗議を続けている背景にはレバノンに住む女性の方々を中心に基本的な衛生製品の購入に苦労しているということがあるようです政府からの緊急の経済的支援を獲得するために抗議者は男性だけでなく女性も積極的にデモに参加してそれによって様々な問題が引き起こされていますということで1990年の内戦以来最低の危機を迎えているという風うなレバノンなんですが今のこのレバノンのちょっと基本データをもう一度おさらいしてみたいと思います レバノンは西アジア中東に位置する共和国です。国土面積は1452平方キロメートル。岐阜県程度というふうに外務省の中では書いてありました。人口はおよそ600万人。言語はアラビア語。英語も通じます。宗教はキリスト教とイスラム教の2つ。政治体制は共和制。共和制は国民が選んだ国の代表によって統治される国家体制のことです。 もっと平たく言えば、共和制は国王や天皇がいない国のことです。国家元首、大統領はミシェル・アウン大統領ですね。首相はハッサン・ディアブ氏。余談ですけども、レバノの首相は監修として、イスラムの二大宗派の一つ、スンナ派の議員から選出されます。大統領も、 憲法上の規定はないんですけども、キリスト教の一派であるマロン派の人物が就任することが暗黙の了解となっているそうで、イスラム教スンナ派とキリスト教マロン派のこの二つの宗派がそれぞれ大統領と首相というところの地位を任されているということです。最近では日本にとっても関わりの深い国となっています。日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告が日本を出国し、中東レバノンに入ったことが明らかになっているからです。カルロス・ゴーンの父親ですかね がレバノン出身の方なんですね、まあ、日本とレバノンの間に犯罪に引き渡し条約はありません。4月にも始まる見込みだった元会長の刑事裁判は事実上困難になったことが目当たらしいですね。なんですけども、今現在はもう国民一人一人の生活不安がかなり大きく肥大していきまして、政治内においてもですね、中東のレバノンの財政危機に追い込んだ政治家に対して責任の所在をめぐって言い争いをしているようで、歴史的に続いている宗派勢力の 目をさらににき立ててるる結果になっていると。政治の中でも誰が責任が負うべきなのか責任の所在を追及するためにそれぞれが言い,い争い国民も政治に対して不安を抱き早くどうにかしろということで抗議を続けていますというところがレバノンの基本データになっていますそして話を元に戻しますとレバノンポンドの急落ですねレバノンポンドは1997年以降1ドル約1500ポンドで固定されていましたが 複数為替相場制度への転換を余儀なくされており、昨年の夏以降、レバノンポンドは、まあ、先ほどのインフレーションを起こしまして価値を50%失いました。それによってレバノン市民の賃金と貯蓄は半減。で、ガーディアン紙によると、食料価格は67%も急騰。レバノン政府は人口の4分の3が支援を必要としていると推定しています。そしてレバノンポンドが急落する理由なんですけども、レバノンの対外債務累積の問題が大きく取り上げられています。 これも今悪化の一方のようです。債務の問題が行き詰まるたびに国際会議が招集されましたが、いずれも一時的な資金の注入の話はしても、そもそもの債務を減らすというところまで踏み込んでおりませんでした。その結果、いくら注入しても債務を減ることなく増え続けていく。2019年秋にはレバノンポンドは1ドル2000レバノンポンド以上に暴落する結果になっています。 そして借金を補ってきた経済成長においても2011年からシリア内戦や近年の原油安による湾岸経済の低迷などで失速しております。それによって歳入の半分を利払いに費やす状態に陥っており2018年の経済成長率は0.2%となっています。これの根本の原因にあるのはやはり政治家の政治の怠慢、そして経済成長に道筋が立てられない暗中模索な状態だというところです。 レバノン政府は財政再建の債務も支払いもできないまま迷走することになり、そしてとうとう2020年3月7日、レバノン政府は債務の不履行を宣言するに至っています。で、レバノンというのは、今回のアウン大統領もそうなんですけども、イランの革命防衛軍、関係が非常に深い国として知られています。革命防衛軍、ヒゾボラ、皆さん聞いたことあるでしょうかこちらイスラム教シーア派の政党なんですが、欧米などから彼らの関わりがあるというふうに指摘を受け、 レバノンは欧米諸国からの支援は受けにくい状況であるとされています。で、ヒズブラについてなんですけども、1982年頃の結成以降、イスラエルとか欧米の権益に対するテロを実行してきた組織です。徹底的に欧米、イスラエルに対する攻撃的な行動を取り続けています。最近はレバノンの国民議会での議席獲得を通じた、合法的な活動を拡大している模様です。 ま、ですので、レバノン非常に今、欧米諸国から支援を受けにくい状況なんですね。ですが、これでもレバノンをどうにかしていかなければいけないので、ロイター通信の話では、政府は4月30日には、経済救済計画、これは国際通貨基金 IMF の関与につながることが見込まれています。ということで、今回、レバノンについての状況、そしてこれからのレバノンどうなっていくのか、日本との関わりについても今後どういうふうになっていくのか。以上、プルースでした。